森源一郎です。クリエイターとその愉快な仲間たち、今日もよろしくお願いいたします。人類と運動、この関係は深いですね。オリンピックの3つのモットーは、より早く、より高く、そしてより遠くということなんですけども、まさに人間の脳がこれまでの歴史の中で展開してきた様々な探求、探検、発明、発見、これが全て運動に当てはまるんですね。私たちは頭のいい人っていうとね、なんかお勉強ができたり、そういう人のことばっかり考えがちなんですけども、実はアスリートはとってもとっても頭が良くて、自分たちの限界を自分たちでいろいろ計画して、自分の壁を乗り越えてね、それでどん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 新しい世界を見ていくと、世界新記録が出るその度に我々は新しい世界を見るんですね。ですから運動というのは人類にとって実はとってもとっても大事な魂のふるさとであるわけです。私たちの文明はどん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 進化していて、また人工知能などによってね、我々の仕事がなくなってしまうんじゃないか、そういうことを不安に思う人もいるんですけれども、実は運動というフロンティアが私たち人類が持っている一番大事な脳の探検の場であると、そういうことをね、思いながら今日も番組を進めていきたいと思います。脳科学者の茂木健一郎、モデル・タレントのトラウデン直美、この2人がスタジオにトップクリエイターとその愉快な仲間を招き、スペシャルトークを展開。今回のゲストは元陸上選手の為末大。友達と自転車で公園に行く時とかに自転車と同じぐらいだったんですよ。ちょっと違ってておかしいでしょ。やっぱり倒しちゃったってのはやっぱり緊張した。緊張だと思いますね。クリエイターとその愉快な仲間たち。この番組は清水建設、エイブルの提供でお送りいたします。今回も素敵なクリエイターゲストをお招きしました。元陸上選手の為末大さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうレジェンドですからね。あれ、短距離界で世界選手権でメダルって初めてでしょ。初めてですね。初めて。そっか、すごいすごい、覚えておいてください。いや、もちろん、もちろん見えない気さく、とても気さくですからね、はい、とにかく高校時代からもうみんなね、無理って思ったみたいな、為末さんに勝つのは。あ、それぐらいもう卓越した存在だったらしいですよね、為末、ね、さん足が速かったですね。すさまじかったんでしょ。中学3年の時に中学記録作ってるんですけど軽く言いましたけど、ね、中学記録一番速かったんですよ、ね、うん、それその時のカールルイスより速いんですよ。だから15歳のカール、まあそこまではね中学の時のカールルイスより速いの。はい、僕の方が速かった。どう思うこの人。とんでもないですね。いや、その、まあ、そこがなんか早熟だったんで、それが速かったんですけど。ということで、為末さんのクリエイトについていろいろお聞きしていきたいと思います。まずは為末さんの子供時代のことを教えていただきたいなと思うんですけれども。地元の陸上クラブに入って、まあ、なんかえらい早くて、先生たちすごいすごいっていう感じで、うん、何が分かんないけど、まあ、なんとなくオリンピックに出ますっていうと、周りの大人が酔っ払ってる時にわーって喜ぶいい感じですね子供の印象。なんか親戚のおじさんとかそうやって言ってたんだけど、なんか初めてカール・ルイスとベン・ジョンソンがソウルオリンピックで競争した時を見て、うん、なんかここまで行ったらこんなになんていうかな、多くの人が見るんだと思って、すごい憧れたのが一番最初ですかね。それが何歳。小学5年生か6年生ですね。小5ぐらいで。じゃあもうすごい、まあ、でもその頃にはもうご自身が、まあ、クラスの中とかでもほぼ一番早いですよね。そうですね。いつ頃こう俺は走るのが早いんだっていうふうに気づかれたんですか。まあ、小学校に入った時はもう思っていて、うん、友達と自転車で公園に行く時とかに自転車と同じぐらいだったんですよ。ちょっと違ってておかしいでしょそれなんかそういう端々になんか自分が足が速いんじゃないか。でも球技はダメだったんですね全然、うん、中3で全日中で 100m と 200m 優勝。はいはい、中2まではそんなんじゃなかったです。中3で本当にぐんと伸びて全国で一番になって、で中学記録っていうのが出て、それも初めてだったんですけど、僕は多分今までで一番多くの競技で全国で一番になった中学生で、
100と200と 400m っていうのと走り幅跳びとあと三種競技って混成競技が2つあってこの2つで何それかわいそれがすごかった。ちょっと待った 100m 何秒ぐらいだったんですか。100が10秒6ぐらいですね。10秒6。50m それでも走れない子いるぐらいなのに、まあ、早かったね、10秒だとねきっと 30m ぐらいだと思うんですけどもその時点ではものすごい期待感があったんですか。大人からものすごい期待感あったと思いますね、これどうなっちゃうんだろうって思いました僕も。なんか9秒台なんて普通に計算したらなんかこうやってそんなに無理せず何年後かに9秒出るっていう伸び率でいくとね、だからなんかそういう最初に9秒出す選手になるんだって思ってましたね、その時。そう、すごいな。この頃からもうスポーツ理論とかはもうお調べになってたんですか。この時読んでたのってあの陸上競技って、まあ、ある意味シンプルなんで物理っていうんですかね、力学っていうのは、はいはい、説明しやすいんですよ、うん、だからそれで陸上で説明する運動力学みたいな本を渡されて、全然算数とか嫌いだったんだけどなんかそれ見るとすごい興味が湧いてっていうので、なんかどうやったら物が遠くに飛ぶとか速く走れるのかっていうのを考えてた頃ですね。為末さんはね走る哲学者とか言われるじゃないですか、うん、ね、もうこの頃から考えてたんですね。じゃあいろいろそうかもしれない、まあ、僕は個人としてはやっぱり人間の心みたいなものに対して、うん、とってもこの頃から興味があった気がするんですけど、中学校の時なんかわーっとなって大人たちがわーっと寄ってきて、まあ、その後ちょっとスランプになってきてわーっと離れていったんですけど、なんかその時のなんていうかな、なんか世間って何なんだとかそれに対して舞い上がってた自分も何なんだみたいなのがちょっと早かった気がしますけどね。田辺さん、日本ってね、うん、ジュニアの育成については諸外国に比べてどうなのかって議論あるじゃないですか、うん、はいはい、どうですかご自身の経験から。僕の経験からすると、うん、才能があるかどうか早く決めすぎてる気がしますね。あ、そう、だから才能がある子、なんか天才少年って好きじゃないですか、うんうんうん、天才かどうかがすごい順位が入れ替わるのが現実で、例えば全国チャンピオンでオリンピック出た人って中学校の全国大会の歴史上僕は最初なんですよ、うん、みんな中学チャンピオンオリンピック出れない。ダメなんだ。それは早熟なんでダメになっていくんですけど、ただの成長が早く来て伸びなかったのでオリンピック出られないっていうのもあるんですけど、一方でなんていうんですかね、周りが興奮しすぎて、うん、どんどん早くやらせすぎちゃってで伸びなくなるっていうような気がしてて、もうちょっとほっとくとか、もしくは例えばヨーロッパなんかだと全国大会が行わないことになっててルールで。あ、そうなの。だから各町の大会の一番になって俺のが一番だってみんな思うんだけど、これは直接対決させないんですね。で高校まで禁止かな確か。そういう長年の英知なんですね。そうだと思う。そういうことやっちゃいけないっていう、はい、そうすると興奮しすぎてコーチとかも入り込みすぎちゃうんで、うん、なんかその辺でストップ す、ね、すごい今の話はちょっと大事なポイントですね、うん、そうですね。でもこれロボット工学的な視点から見るとね、うん、人間の運動って自由、運動の自由度がものすごく大きいじゃないですか、うん、だからそれを走るって考えてみたらその多くの自由度を同時にコントロールしてるっていうことだから、はいはい、実はかなり難しいことですよね、うん、走るってね。そうプラス多分は他のスポーツもやったりとか教えたこともあって、うん、それから持ってきて走るのに一番難しい点はみんな走れてしまうから何か覚えてしまってるんですね、癖がついちゃった、癖がついてる。それをもう一回速く走るための書き直しが一番難しくて、で一番の勘違いは地面を蹴るのが速く走ることであると思ってるんで、足首とか膝の関節をすごい動かすんですね、うんうんうん、こうなんていうか地面をこう蹴るんですけど、うん、でも実際にはここを固めて上からドンと落ちるだけの方が速く走れるんです。そうなんですか、バネみたいな感じですか。そう、そんな感じだから足をこう上から潰す感じですかね、膝と足首があると、うん、でこれで潰したバネがビューンって溜まったもんが弾かれる時に前に進むんですけど、この時に変に足首で動かすとその反発が返ってこないんで、うん、確かに力が抜けちゃいそうですね。そうなんですよ。だから面白いな。これ91年のカール・ルイスの東京世界陸上で初めて日本の科学班がカール・ルイスの動きのデータを取るんですけど、うん、で日本の選手それまで足首と膝関節を一生懸命動かしてたんですね。ところが取ってみたらカール・ルイスは 100m の間中1回も膝と足首を動かしてなかった。マジですか。関節角度っていうんですけど関節の角度が変わんなかったっていうのが分かって、
なんかこれは壮大な勘違いしてたんじゃないかって言って出てきたあたりの世代が僕らとか、この後にスウェーツで選手とかになるんですけど、だからそこのデータが取れたのは日本の走りをものすごく変えたんですけどね。もう種目を 400m ハードルに変更したのはなぜだったんでしょうか。これはまあさっき言ったように、だから100、200がすごいバーンといったんですけど、それからどんどんやっぱり早熟型だったんですね。中学校と今の僕身長と体重全く一緒なんですけど、もう体が伸びなくなって記録も伸びなくなっちゃったんで、高3ぐらいでは実はもう 100m はあの県で一番じゃなくなってたんですね。その後輩に抜かれたし、400はまだいけたんですけど、その時にまあそれもこのままじゃなんかやばい気がすると。でも一方で陸上以外なんてできないし、陸上がまあやりたいし、なんか生き延びる道ないかって時に 400m ハードルのレースを見ることがあって、なんとなく直感的に洗練されてないって思ったんです。100とかよりはだこの世界はまだなんか法則をみんな気づいてないんじゃないかみたいな気分になって、まだ開拓途中だなみたいな、そんな感じですかね。でそれでなんか飛びついたって感じです。そういったなんか自分はもともとほらカーブイスに憧れてたわけじゃないですか、うん、はい、それで100とか200とかやればよかったんだけど、自分がやりたいことと自分に向いてること、うんうんうん、これを冷静に見極めるってなかなか難しいじゃないですか、うん、難しいですね。それができたってことだよ ね、うん、できたと一緒に多分あの時に自分の中にあの自分の生き方みたいなもの、高3だったんですけどちょっと決めた気がして、うん、やっぱり好きなことをやってだけど勝つのが難しそうな 100m か、なんか可能性がありそうなハードルかって高校生ながらノートを2つに分けて書いたんですよ。なんかなんとなく100やるとこんな人生かなとか、うん、ハードルやるとこ、でもその時に 100m かハードルかって最初書いてたのに、結局最後はあの勝ちたいのか好きなことやりたいのかっていうのを自分で書いてて、うん、僕は勝ちたいって言って、でハードル、だからあの時にある意味自分の人生のちょっと価値観みたいなのも決めたところがあったのかなっていう気が。かっこいい、ね、分析の人なんですね。うん、でもなんかすごい高度なレベルで分析だよね。エドモント世界大会とヘルシンキ大会に出られたということですけれども、はい、こちら2つはであのメダル取った時のレースですかね、はい、最初 の、 あのオリンピックって僕は出てあの転倒してるんですけど、でなんかそれであの結局経験不足なんじゃないかってことを自分ですごい思って、まあ、その翌年から8割ぐらい国内だったのを全部海外のレースに変えて、でそれであのエドモントに出て、これがメダルを取ったレースで、日本人初ということですね、あの短距離種目。これ最初のオリンピックはどうぞ、やっぱり倒しちゃったってのはやっぱりあれかな、緊張してたの。緊張だと思いますね、うん、為末さんでも緊張するんだね、うん、オリンピックはね。やっぱり僕やっぱ今でも思い返し、うん、この間小学生の頃に質問されて、うん、ふと思い出したんですけど、えちょっと待ってもうスタートするのって思ったのを思い出したんですよ、この時ね。もうちょっとなんか準備がとか何を準備するか分かんないんですけど、うんうん、だからなんかもうそういう感じだったんでしょうね。緊張しててわけが分からなくて、なんか何かが整う前に出ちゃったっていう感じで、最後9代目で転んじゃうんですけど、そのアスリートの方ってこうメンタルのコントロールというか管理も重要だっていうふうに言うじゃないですか、うん、そこは何かされてたんですか、はい、いやもう全然当時はなくて、でもその時に、まあ、あのだんだんその人の心にとっても興味を持つようになったのは、その行ったランキング10番をオリンピックの最後の10番に当てはめると全然入れ替わっちゃってたんですよ、うん、なんか1番だったはずのやつが3番ぐらいになって、5番手ぐらいだったやつが金メダリストになってて、でそれを見た時に、あなんか早いってこと、早いってのはもうなんか最後みんな自己ベストに似通ってくるんですね、このぐらいになってくると。でそれがあとは本番でどのくらい力が発揮できるかっていう話になって、なんかここまではなんか身体能力なんだけど、急にオリンピックとか世界陸上からあのじゃあここから心理戦なんで 3,4 割心理で決まりますっていう、そこは我々あんまり鍛えてないっていうか、そこで初めて自分がどんなやつだったのかが露呈するみたいなところがあって、でだから本番で力が出るってどういうことかっていうのをすごい考えるようになったきっかけですね。プロってなんだろうなみたいなのはすごい考えました。なるほど、これが俺のマーケットの価値かとか。
小野さんは何かプロとしてこう何か意識されてたこととかはあるんですか？なんかプロってなんだろうなみたいなのはすごい考えましたね。スポーツのプロって実は大きく2つに分けて、もうちゃんとリーグとかチームがあるものはチームとかリーグから賞金とか契約金をもらうっていうプロの世界と、僕らは競技で活躍して、まあ、なんだかんだスポンサー収入がほとんどみたいな世界なんです。だから実はスポーツをやってるタレント業にちょっと近いんですけど、だから自分に値段がつくっていう経験をたくさんするんで、なんかこうなんか陸上競技場に行ってわーって言われても、外に行って企業に話してみたらすっごい低い値段つけられたりするとなるほどこれが俺のマーケットの価値かとかをすごい思った気がします。なんかリアルですね。でもほらオリンピックってさ、もともとアマチュアリズムとか言ってね、はいはい、プロとは一線を画してたのが、まあ、だんだんそうじゃなくなってきたじゃないですか。そうですね。でもまだ逆に言うと陸上は特にプロに徹してないところがある気もするんですけど、うん、はいはい、ちょっとまだアマチュアリズム的なところが残ってるっていうか。そうですね、あれそれ強いと思いますね。むしろなんかそれ結構重要だって思ってる、まあ、世界はもうかなりプロ化っていうかですよね。で日本の陸上界のためには今後どうした方がいいですか？うん、これがね難しくて、日本って実業団って企業にいながらやるスポーツの形って、これ世界で見て 99% が日本なんですよ。で 1% が韓国にあって、あの世界的にはもうな日本にしかないですよ。そうなんだ。でなんでこれは海外の選手からするととっても羨ましいって。あ、羨ましいんだ。言われます。みんなやっぱりなんか引退したとどうしようって不安で早く引退しちゃうんで。だけどなんか2層ぐらいになってるといいですかね。こういうもうプロでやっていきたいんだって人と、そういう半分セミプロっていうか、これがなくてプロだけの人の引退後が大変なのっていっぱい見てきたんで、まあ選べるようになってるといいなっていう感じで。だけどちょっと今の日本の状況だとプロの世界がなんか若干未成熟なのと、セミプロならセミプロの道もなんかあんまりちゃんと洗練されてない感じがしますかね。これは本当は仕事した方がいいのに半ばプロ的にやって、企業も引退した後にこれどうしようみたいになること多いので、こっちはちゃんと半分仕事しながら競技やって、こっちはもうちょっとプロとしてきっちりやっていくって形の方がいいような気がしますね。そして3度オリンピックに出場されるわけですけれども、スポンサー探しに難航されたされたんですか？そうさっきの あのいわゆる自分に根付けをして回ってみたら、世界大会でメダル取っててオリンピックも出てたんで、なんか陸上競技場だと結構有名人になったんですよ。だからなスポンサーとかそれ簡単につくんじゃないかと思ったら、なんか全然それが反応がなくてっていうので、結構でも今覚えてるのはそのとってもいい人だったんですけど、でもとってもそのまま言う人で、なんか2年前だったら君有名だったんだけど今あんまり知らないでしょっていうおじさんがいて、でもそういうのをなんかちゃんとこう突きつけられていったら良かった気がしますけどね。世界のデザイン&アートニュース。こちらの作品はストリートアーティストバンクシーの作品を習得した人工知能、その名もギャンクシーという AI が制作したもの。この AI の開発者はバンクシーの作品画像数百枚を使ったトレーニングを受けさせたといいます。ギャンクシーが革新的なのは、形や質感などを我々人間がどのように評価して作品を制作しているかということを理解した上で作品を描いているということ。これからも人工知能が作る作品が世の中にどのようなインパクトを与えていくのか楽しみですね。ご本人としてはオリンピックのメダルとか欲しかったですね。まあオリンピックで始まってたんで、自分の競技人生の目標が。そして2012年に引退されて25年の現役生活終わられたということですけれども、その時はどのようなことを考えてらっしゃったんですか？はい、最後が僕今でも覚えてるんですけど、大阪の大会が最後で、でもロンドンオリンピック目指して出るつもりだったんですね。で国内予選を日本選手権で勝っていって2番ぐらいに入ると可能性があっ
って、その年も全然ダメだったんで、それにかけてたんですけど、でも予選の時にもう足が全然合わなくなって、1台目のハードルで転んじゃったんですね。僕レース中に転んだのってオリンピックとこれだけなんですけど、まあそれで予選で敗退してオリンピック出られませんでしたって、でそこでもう出ても出なくても引退って決めてたんで引退したんです。で競技場出た時に今でも覚えてるんですけど、2人ファンの人がいて、それが僕の人生の最後に待ってたファンの人が2人いて、その人にサインを書いて、いやなるほど最後2人かみたいな感じの気分になって帰ったんですけど、でもまあ逆にそれは良くて、すごいピーク時からなんかガーッと落ちていったところで引退だったんで、なんかもう自分の中に別に陸上とかスポーツマンのアイデンティティってもうなくなってて、もう何としても自分が結婚もしてたんでもう食っていくんだみたいな気分で、なんかで友達の会社が誘ってくれたんで、それを合宿の会社手伝ったりとか、ダーッといろんなことを始めた感じでしたね。世界選手権でもね、メダルってのはもうこれすごい、まあ本当に成果じゃないですか、日本の陸上界に残る、一方でオリンピックでは結果としてなんかあんまりなんか縁がなかったじゃないですか、はい、そのメダルとか、どうですか今振り返って。運がやっぱり半分ぐらいはあるんじゃないかと思う一方で、あるとしたらアテネだったような気がするんですけどね、でそれが取れたんじゃないかって思いがありますけど、でも引退した時にはなんかカジノとかに行ってなんか始めたら、すごいなんか途中であれ今日すごい俺勝って帰るんじゃないかっていう気分だったんだけど、最後終わってみたらなんかすごいちょっとだけのチップを持って帰った気分でした。本当に欲しかったものは結局全部手に入り、すごい欲しい、なんていうかな、本当の本丸には結局世界一もなれなかったし、オリンピックもダメだし、で最後あと1回って思ったオリンピックも出れない、まあ最後が悪いと人間ってなんかそんな気分になるじゃないですか。なんかそれもあったかもしれないですけど、いやもういや世間から見たらものすごく素晴らしい成果なんですけど、やっぱりご本人としてはオリンピックのメダルとか欲しかったですね。やっぱりまあオリンピックで始まってたんで、自分の競技人生の目標が、だからそれで、ああなんかだから前半は願えば叶うと思ってずっと来たんですけど、やっぱり一生懸命やってもダメなもんこともあんだなみたいな気分でしたね最後は。かっこいいよね、こういうかもうそのトップレベルでそういうこと言ってるの、本当に。では最後に為末さん、クリエイターとして大切にしていることを教えていただいてもよろしいでしょうか。なんか自分を揺さぶり続けるっていうことがすごく大事かなって思ってます。それは自分でコーチもやったんで、なんていうんですか、真面目に一生懸命継続させることよりも、どうやって今この辺かなと思ってる自分をその外に出していくかの方が難しかったんで、それを意識してこうなんか自分を揺さぶり続けて常に変え続けるっていうんですかね、それが大事な気がしてますね。やっぱり揺さぶられることで新たな成長も始まるし、今のままでは今の自分ではダメだっていうふうにも思えるし、ね、そうですね、その揺さぶりのペースが早すぎるとか、なんかまたは遅すぎるとか、そういうことによって動きが崩れたり成長が止まってすることが多かったです。適切な時に適切に揺さぶって、自分が思い込んだとこからこう外に出るっていうのが大事な気がしてます。次回のクリエイターとその愉快な仲間たちは、引き続き元陸上選手の為末大のクリエイトの秘密に迫ります。お楽しみに。この番組はエイブル、清水建設の提供でお送りいたしました。